どうも。隣の客はよく吐き、隣の客はよく吐き、隣の客はよく吐き食う客だ。よし、サブです。やっていきましょう。ランダムチーム、大門です。今回からお仕置きをね、解禁します。HP350 漏れる HP 増し増しセットか、最終奥義、ドミをつける最終奥義単品セット、単品か、オルゴの服天使の羽がつけれる、回避率増し増しセットですね。でもな、三つ目だけなんか途端に弱えんだよな。弱いとは限らないけどね。まあ、とりあえずこの三つが今回から選べます。ということで、頑張っていきましょう。頑張りまーす。ワン、ツー、スリー。ごめん、押したかった、スリー。スリー。あー、こういうことが起きるから、こういうことが起きるから、これ、待って、これ。キングレオさん、ちょっと。いやー、キングレオさんかー、これ。あれか?ラプソーンか、これ。これ、まさかのラプソーン説ありますね、これ。あ、ラプソーンかもしれん、これ。はい。初です。ラプソーン、いきます。三日神あるしね。ラプソーンでやっていきましょう。というわけで、いきます。レッツゴー。はい、というわけで、装備紹介です。鋼の剣。久々装備したわ。三日神、そして、竜神の鎧と。なんか、アーケード感ありますね。こういう装備使ってると、でも武器もっちゃ強いな。で、キングレオに、大魔王でございますと。技がね、勇者なんで強化されます。HP が結構高いですね。これね、装備のせいでね、体勢ガッタガタになってんだよ、これ。これもう何が強くて何が弱いのか半分わからないんだけど。竜神の鎧がね、もうね、ガッタガタなんだよね。爆発とか、氷に弱くなるから、輝く息とか食らった瞬間散りますね。さて、今回はね、おしゃれ着に最終奥義をつけてます。ついに解禁です。ラプソーンなんで、5ターン目にネイティハとか貼らされると負けちゃうんですよ。なんで、早期決着をね、視野に入れるための、奥義ですね。HP はね、今回2900もあるんで、多分、大丈夫でしょう。耐性もね。そんなすこぶる悪いやつ揃ってないし。これでいいはず。大丈夫かな?ちょっと待って、不安になってきた。勘違いしてどうしよう。ラプソン風強く、弱いよ。そうだよ、弱いよね。でもわかんない。今の俺、真の方だから、風、赤目、あ、白目だって弱いんだっけ?わかんない。もうわかんない。全然わかんない。いや、何も書いてねえから、大丈夫でしょ。多分。さあ、初手からやばい。さあ、主人公のガードができるかどうかは試されます。さあ、向かう裁判?ほっ!あーい。残念。もう少し頑張りましょう。さあ、これが強いぞ。いいね。いい火力してる。で、まあ、多分こっち。てか、絶対こっち。地割れ。一撃必殺じゃないですよ。我々の馴染み深いやつだとね、一撃必殺なんですけど。今回は一撃必殺じゃありません。ね、ご了承ば。そうなんか、キングレオでかいよな。なんか存在感が、ナイスー強し。存在感がえぐいよね。一般モンスターの中でもだいぶでかいもんな。DLC だとね、悪魔の騎士とかね、キングレオが若干ね、元のモンスターよりもサイズ大きめで登場するので、その分かな、めちゃくちゃでかく感じるわ。これ、主人公のほぼ2倍近くあるからね。存在感エグいよ、これ。いきます。地割れ!あいえ、すー。ね。こんな命中する地割れなんか嫌だけどね。泣いちゃうよ。さっきよりかはマシですね。よし、やるぞ。
よーし、オッケー。まあ、ゲージが良ければね、勝てます。よしよしよし。あー、ベギラマー。200出たら許してあげる。あ、ベギラマンでもいいかもな、ここまで来たら。ここまで来たらベギラマでもいい気がしてきたな。どうせ、足りるしな。おー、いいよ。え、キングレオ強いんだけど、どうしよう。これ弾で勝ちじゃないかな。キングレオ強くね。あれ、なんかキングレオ強いな。マジ、普通に強いんだけど。いや、ボーダー全然余裕だしな。4段目とどめとか考えたら、まあ別にね、これで悪くないはずだから。まあ、赤目のことも見越して、どんくらい削れるのか、しっかりチェックしておきましょう。俺、ラプソンに嫌われてるので、思ったより余裕持って削れてないと不安になっちゃいますね。まあこれで多分赤目だった場合でもほぼほぼ届いてるという認識でいいと思うんだけど。ポン！なんで？お前回避何パー？相性込み5%か？え？なんかでも、ハッスルしてるキングレオが。やばい、どうしよう、俺の中でキングレオの株が上がろうとしてる。なんてことお前。できる子やな。問題なのが次なんですけど、何ターン目にね、仕掛けるかなんだよね、これ。いやー、2か3どっちかなー。3か、でも。メラゾーマとか、輝く息食らって止まるってのが一番最悪だからなー。まあ、3ターン目ですかね。ちょっと怖いけどね、正直。ゲージが安定さえすれば3ターン目自信持って押せるんだけど、この動画でやら、あ、もうね、シリーズで一回やらかしてるからね、俺。ちょっと頑張って、勝ちたいっすね。というわけで、まずはラプソンをお掃除しましたと。まあ、これぐらいはね、チャーラーヘッチャーですよ。きっと視聴者の中には、前座の白目いらねえよって、思う方もいるかもしれません。なんですけど、ボンファ君の剣があるので、怖くて、白目も一緒に、やっぱやることにしました。最初迷ってたんですよ、一応。いや、赤目だけでいいんじゃねえよって思ったけど。で、ボンファ君の霊がありますので、ちょっと、ここはね、動画時間的にもね、こっちの方がいいかなって。どっちが見やすいんだろうね。短い方がみんな見合ってくれるのかな。でもなんか、俺2日に1本だからさ、2日に1本しか投稿しない分際でさ、なんか10分未満の動画ってなんかそれはなんか寂しくない？俺だけ？私電車のね、行き帰りとかで結構ね、動画いっぱい見るんですけど、その影響あってからか、長い動画がね、好ましいんですよ、私は。長い動画がね、を好む性質なので、私は。だから動画短いとさ、寂しいんだよね。だから、まだ、到着するまで時間かかるのに、なんか、もう動画見終わっちゃった、みたいなさ。おー、やるやん、やるやん、ナイスナイスナイス。みたいな寂しさがあるので、私は動画は長い派なんですけども、人によっては短い方が見やすくて好きっていう人もいるかもしれない。ナイス！神か？なんだこれ？神か？サイコストーム、誰行くんだこれ？キングレオか？おい、主人公に行くんだ。オッケー、マヒンナの偉い。待って、ダメージいた。お願い、マヒンナ。あ、オッケー、よしよしよし。これ、いやー、これ、流星群生きてー。火力は大丈夫だから、マジで、流星群引いて少し耐久をちょっと意識したい。それか、ドルムアガーズですね。それが一番、あれか？お前らマジどうしたの？どうしたの本当に。これ、誰か1億 P してくれたら最高。どう？おい、神神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 神。最高か？なんだこいつら。宝石のようなんだけど。こいつら、マジで。え、じゃあこれさ、弾でいけるくないこれ。ソラブは思った。俺、弾でいけるわ。だって、メラゾーマでしょ？多分、ドルモアほど食らわないから、これは弾でいけます、多分。
で火力的にも十分だから、でゾーマは、あ、じゃあゾーマだったらラプソンは3ターンではたまらない。ナイス。さあ、あと1ターン当てれば OK です。 OK、 それ当てろ。 OK、 よし届いた。あとはもう耐えるだけ。来い。さあ来たぞ問題の。いや、これはね、竜神の鎧があるからね、ダメージは抑えられると思うよ。頼む、耐えてくれー。ナイス、神ー、ありがとう、三日神ー、神ー。いやー、これはでかい。これはでかい、奇跡の勝利や。ありがとう、マジでこれ多分死んでたな、今。ダメージ見た感じ。多分死んでた。あぶねえ、俺のやらかしで負けるとこだった。俺のやらかしで負けるとこだった。いや、マジで神。いや、よくガードした。でけえ。今までのなんか不運全部このためだったんだって思ったら、なんか、もう、いけるわ、なんか。米、なんか3杯食えるわ。今日の勝ちだけで多分米3杯いけます、空で。ね。白米大好き。よーっしゃー、赤目初勝利や。しかもラプソーンだ。嬉しい。こいつ強いからね、赤目の中でも。やったー。いや、こういうなんか奇跡の勝利って嬉しくなるよね。堅実な勝利もいいけどさ。これの方がモンバトっぽいよな。初めてこのクリアシーンを流しました。ね、こんなはずじゃなかったんですけど。まあ、これが正直バランスいいなと感じてしまったので、次回からこのおしゃれき選択式はね、継続していきたいと思います。私の負担を少しでも減らします。よろしくお願いします。ということで、今回は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。